はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今回はですね、今年最初のスペースウォークのイベント福岡でありますね。はい、先週の金曜日ね、まあちょっとブログ YouTube で流したんですけど、はい、2月の24日10時半から16時まで華厳神社の社務所ビルの方ですね、4階の方で、はい、開催されます。出展者の方がね決まって、すでに SNS 等でね、告知がありました。はい、工房節参加いたします。多分なんですけど、工房節のブースのみ、事前予約制となっております。はい、その件ね、先週金曜日、動画の方を流させていただきました。まあ、雪の影響かなんかだと思うんですけど、まあ、未だに往復はがき、工房節、もう一週間経つんですけど、一枚も届いておりません。はい。ということは、少ないのかなと思っております。もしね、本当に少なければ、まあ、フリータイム設けようかと思うんですけど、大体ね、50組から60組ぐらいしか見れないかと思います。はい。まあ、去年の感じから言うとね、去年も100組以上来てくださったので、今年が、まあ、ゼロということはないと思うんですけど、数組であれば、まあ、今年はね、そうですね、フリータイム設けたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、はがきね、とは言ってもね、はがきの件ね、実はね電話かかってくるんですよ。まず往復はがきどこで買うんですかとか、時間帯とか、こっちで希望書いていいんですかとかっていう電話、そしてまあメールもあるんですけど、かかってくるんです。ブログ見ましょう。はい。YouTube 見てください。ってことですね。電話はね、本当にね、基本的にやめてください。メールでお願いいたします。はい。大変、ちょっとね、時間とかね、ほんと気にして。で、出れないこと多いっすよ。僕もね。はい。申し訳ないんですけど。でも、電話してね、そうやって僕の電話番号をね、初めて参加される方は僕の電話番号を知るってことは相当調べてると思うんですよね。なので、調べてるということはね、ブログと YouTube 見てくださいってことなんです。お願いします。で、初めての方はね、はい。沼市さんですね。の、工房節イベントのまとめ、こちらを見てください。こちらを見ればね、大概わかります。はい。これ見てもね、どうしてもわかりませんっていう人がいたらね、ごめんなさい。まず、近くのね、知り合いとかね、大人の方に聞きましょう。一緒に見てもらってください。はい。まあ、全員がわからないっていう場合はね、まあ、ちょっと今回、まあ、イベントを、はね、まあ、フリータイムがあるときに来ていただいた方がいいかなという感じです。はい。まあ、毎回、まあ、これと、はがきの書き方ね。はい。華厳神社の件ね。はい。そう。注意書き書いてありますよ。お願いしますね。お友達同士ダメですよ。家族だけですよ。っていうこと。で、往復はがきはね、郵便局で買ってください。よろしくお願いします。コンビニとかではもう、最近ね、売ってるところが少ないんじゃないかなと思います。郵便局。行ってくださいね。はい、本日1月26日までの景品有効となっております。本日まあ夕方ぐらいまでに持ってて、まあ夕方遅いなって思ったら、そのポストのね横にね、回収しに来る時間が書いてあるんですよ。何時頃回収しに来ますって。それ見てね、あ、やばいなって思ったら郵便局持ってってください。はい。で、すいません、今日中にちょっと景品つけておいてくださいって聞いただければ大丈夫かなと思います。はい。はがきね、買いました。大丈夫ですか。はい、書き方ね。はい、返信はがきの方、ここが見る方ですよ。はーい。来る人ね、書いてくださいね。付き添いの人はこっちに書かないでくださいね。ペンを必ず買いたい、買うぞって意気込みのある人、付き添いの方は本当書かないでくださいね。今回特にね、時間ない。まあでも少ないかもしれないんで、その時はあれなんですけど。まあ、少なければね、付き添いの方もどうぞ一緒に見てくださいって言いますけども。はい。で、今回日にち1日しかないので、1日ですね。はい。時間帯書いてもね、その通りはできません。抽選です。はい。はい。青い方ですね。折る前のこっちは何も書かないでくださいね。はい。工房節
長田敦までどっちでもそれは構いません。書いても書かなくても工房設で届きますので、はい、大丈夫です。はい、という感じですね。はい、まあ福岡の方で、福岡の翌週ですね、三越の件です。はい、まだごめんなさい、しっかりした情報が来ておりません。来週ぐらいに今頑張ってシステム作ってるそうなので、来週ぐらいには僕らの方、作家さん並びに出展者さんの方に、情報が来ます。で、今んとこ聞いているのは三越さん、日本橋三越さんのホームページからウェブで予約という形になります。先に皆さんにお伝えした方がいいのは、 Yahoo ID がないと、予約ができません。 Yahoo ID がないと予約ができません。まずここだけお知らせしておきます。そして僕の場合はないのかな、事前販売とか、事前販売僕のやつもあるんですけど、事前抽選販売とか、他の方もね、今回その抽選販売みたいなものがすごい多いんですよ。野原工芸さんとかね、含めてガラスペンの方、いろいろ抽選販売が多いんですけど、その場合はね、ウェブの方からするんですけど、 MY カードっていうのがあるらしいです。そちらを持ってる方のみとなります。僕もよくわからないんですけど、別で Yahoo ID ともう一つ MY カードというものの登録申請何かが必要だということをお伺いしております。ごめんなさい、この辺情報がね、ちょっと中途半端ですので、来週多分僕の方に、来週中には僕の方に情報が来るというお話をいただいておりますので、はい、でその後、まあ来週もしくは再来週には三越さんの件、はい、お話ししていきますのでお願いします。今日は今日の化身流行の福岡のね、イベントスペースウォークのイベントの件ね、はがき今日中にね出していただければ、まあ大体まあ遅くても1週間ほどで届きますので、でその後抽選して皆さんに返します。まあギリギリになるかなとは思いますが、はい、外れる方いらっしゃるかもしれません。もしくは今の時点でゼロっていうことは相当少ないっていう可能性もありますので、はい、なのでもしかしたらフリータイムで整理券っていう形になるかもしれません。まあやっと落ち着いたかなっていう感じもするんですけど、まあでも頑張って作っていきますので、もし福岡ね来られる場合は楽しみにしてください。でもね、長崎の方にはね、実はがっつり持ってきます。まあいろいろあります。まあ個展でね頑張りますね。まあ個展見たあと、また長崎の方もね、来ていただければと思っております。ではでは、またよろしくお願いいたします。